カスケード軍はアメリカ合衆国モンタナ州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は8万1327人であり、2000年の8万357人から1.2%増加した。モンタナ州の軍では人口で第5位である。軍庁所在地は州内第3の都市グレートフォールズ市であり、同軍で 人口最大の自治体でもある。カスケード軍の全体がグレートホールズ大都市圏を構成している。ルイス・クラーク探検隊がこの地域を通った時、カスケード軍はブラックフット族インディアンの領土だった。軍名はミズーリ側にある滝にちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2712平方マイルであり、 この内陸地は2698平方マイル、水域は14平方マイルで、水域率は0.51%である。ミズーリ川と山川が群内を流れ、グレートフォールズ市で合流している。エーデル山脈火山帯の一部が群南西隅にある。ロッキー山脈が西部に、リトルベルト山脈とハイウッド山脈が南東部にある。マームストローム空軍基地が、 地域経済の推進力である。2009年時点でベネフィスヘルスシステム、グレートフォールズクリニック、ナショナルエレクトロニクスをランティ及びウォルマートが民間の大規模雇用種である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。グレートフォールズ大学とモンタナ州立大学校か、カレッジ、グレートフォールズ校がどちらもグレートフォールズ市内にある。ありがとうございます。